ナギ君へ。実家に荷物取りに行ってくるね。ついでに買い物してきます。変わっちゃうかもよ。天野さんが SNS で届けたい人って誰なんだ。いえ、間違えました。エリカちゃんにもらった服着てきたのに、いないんじゃ意味ないし。なら帰れよ。私の大切なお姉ちゃんのことなんだから。お兄がなんかやらかしたんでしょう。うるさいな。すみませんでした、サチ様。心がこもってないんだ。って分かんないものは分かんないんだもん。サチに話した俺がバカだった。すごいみたいで、まだ工事に時間がかかるみたい。今の借家めっちゃ狭いけど。俺がいなくてもちゃんとやってるんだろうな。やってるよ。どうせまたしょうもないことなんでしょ。お兄ってほんと友達付き合いできないよね。でもなんか幸と話してて実家にいた時の空気を思い出したよ。そうと決まればとんかつでも作るか。ただいま。ただでさえ貧乏なのに収入なくて困ってるから、いい学校に行きたいの。まあそうだけど。分かったよ。お前マジで寝言ひどいだろ。天野さんに迷惑かけられない。絶対絶対絶対。家出娘が常識語るな。とにかく今日は俺の部屋で寝ろ。ナギ君、今日のご飯は？とんかつ。また揚げ物多くてマジ困る。分からなくもない。天野さん、サチちゃん、私の部屋で勉強しよっか。うん、バッチリサポートしてやるぞ。かわいい。早着替え。ボケっとするな。だって血のつながったお姉ちゃんだよ。それでサチちゃんはなんでここに来たのかな。そうなの？どうして？家族ってほら、いろいろあるでしょ。私、お店の奥にいたんだよ。それが最後だった。もうちょっと一緒にいたい。